ちっちゃくない？はいはい、ミスでーす。ということで、本日お姉ちゃんが学校に珍しく行ったので、武装と二人で武装スペースにクリスマスツリーを作りまーす。じゃあこれを今、うすママがこんな感じで適当に切りました。これは二つ折りにして、こんな感じで適当にギザギザに切っていきます。で、広げるとこんな感じのツリーの形になるので、まあ、このままベッドで飾ることもできるんですが、ちょっと飾っていきます。うちにはこんな感じの使いかけの折り紙とかをたくさん取ってるのがあるので、これを後ろにビリビリにしてペタペタしてもらいます。始めましょう。スタート。こんな感じで使いかけの折り紙がたくさんあったので、武装と一緒に色の勉強をしながらビリビリしていきます。ビリビリいっぱいしていいよ。ビリビリいっぱいしていいよ。武装が今ビリビリしてるのをこの中に入れてもらってます。ひどい。まずは青からよね。青、青からスタート。ビリビリしていいよ。終わったのでペッタンしていきます。はい、ます。
上手。こんな感じでペタンしていきます。じゃじゃーん、完成しました。こんなに可愛くできました。ウスママがペタペタいろんなところに貼っていてくれました。少しウスママがちょっと調節したんですけど、あとウスママがここに車を作ってたら、ウスオが車を隠れ車があって2台ここにウスオが貼ってくれましたね。上手にできました。こんな感じです。上手上手ね。ペタペタしたよね。ペタペタしたね。はーい、どう、いい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 。ちょっとこの立体的な感じにしました。折り目を使っていいかな。いいかな。いい、いい、いいじゃん。完成。完成。じゃじゃん。